雑草にも種類があってね、一気に温度がこう下がってきたのでまたさらに変わってくるんだけど、季節によって雑草って違う。でこれがイネ科の、まあ、麦系統の雑草でね、これがいいね。種まいたかっていうぐらい生えてくる。はい。で、今お話ししたようにオクラはだんだんこう上の方が詰まってくるっていうか、葉っぱがなくなってくるとカットする。これそうやね。こういうことやね。え？いっぱいあるから、まあそれはしゃあないわ。もう今月いっぱいで、エゴマ、これ花芽が突き出したので先端終わり。これね、まあ草刈り機でザーッとカットするね。でじゃがいもが芽が出てきたので、まあお楽しみや。昨日ちょっとなぶったら普通に。ここら辺はやっぱりあんまり畑として使ってないみたいで、石がねこれだけ。ああ本当だね。石が多い。なんか発掘できるかな、またもあるよ。本当。いやまたそれで別の動画を作らないかね。まあ今後この三角地帯を芋畑としてローテーションするかなという。いいね。サンド系を買ったけども一度も使ってない。おそらく本当にpHが低いと思うので芋にはうってつけかなと。まあそうやね、どっちかっていうと。はい、まあ稲刈りが多分始まると思う。あのすごく今年は好調らしいです。もう多分今週末始まるね。はい、じゃあありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。